通常国会でも国対委員長として、仲良く、みんな仲良くをテーマに頑張ってまいります。以上です。よろしくお願いいたします。大石あきこです。私も高谷さんの苦労を無駄にしないようにできるだけ仲良く国会運営をしてまいりたいと思います。来年もよろしくお願いします。もっともっと尖ってやっていきたいと思います。維新の皆さん、よろしくお願いします。